元気いっぱいにはね、楽しみたいと。で、まず先に皆さんの前に青い箱と白い小さい箱を入れますね。これは大森さんという方が会員さんですよ。後ろの方に座ってる男の人、ちょっと大森さん顔を見せてあげて、この方が前回もお会いいただきましたね。皆さんにご利用いただけたらということで、いただきましたんで、まず紹介しておきます。その次に物でございまして、本日は平和の日、誠に、おめでとうございます。で、こうして皆さんの顔を拝見しますと、非常に若々しくて、パソコンでちょっとでは敬老会にいつ入るのかなというアンケートを見たんですが、そうすればアンケートで50代の人は65、60の人は70、70の人は75、後期高齢者というふうなアンケート結果が出て、おりましたが、ただ、いつ入るかというのは特に決まってないようでして、皆さんこのように多数ご参加をができるということは非常にありがたいことだなと思っております。なお、敬老の日の経過につきまして、私もちょっと調べました。いつ頃ついたんだろうなというのを調べますと、昭和49年、いい名前でした、年寄りの日年寄りの日というのが昭和、29年にできました。昭和29年に年寄りができまして、その後また老人の日になりました。年寄りの日から老人の日、これをまだでは年寄りの日から老人の日、はい、入れます。ほぼ8分5輪ほど入りました。入れますね。そしてここに白い布をかけます。皿持ってきたんですよ。はい、上へ乗せます。それからこれ真綿です。なんかね、はい、ここへ乗せるんです。でこれちょっと燃やします。後ろの方見にくいと思いますから、よい一瞬に燃えました。はい、でこれおもむろにとってですね、この中身のミルクがどんなになったかっていうのを質問します。ほんなみんなホットミルクかって言うんですけど、違うんですね。中身のミルクがですね、このようになったんです。ミルクが消えてしまった。閉めます。で閉めたところですね、さっきのしぶくをちょっとこうかけるんです。はい、ちょっとこうマジックらしくするんですよね。はい、そして次にこれ引き出します。引き出します。そしたらね、マジックのネタが出てる、いっぱい出てますよ。はい、いきますよ。でこれ、シルク2枚ありますね。これをね、結びます。真結び結んだらなかなかほどけあるんですね。真結びっていうのは東洋のもので西洋にないらしいですね。でこれをね、この筒の中へちょっと入れます。これ、はい、真ん中へ入りました。そしてちょっと息かけるんです。回します。息かけます。はい、もらったほどけまだね、何にもないとこから出てくるんですよ。もうちょっと出させてくださいね。はい、王ね、王って言うてええんか、ロープって言ってええんかね、これふにゃふにゃです。これをね、ちょっとこうしごくんですよね。そして力を入れてブッ、
気合い入れます。そしたら、こないなるんですよ。はい。ほんで、見えないんでしょうけど、こう糸あるんです。こうほら、ほら、こんな感じですよ。はい。いきまーす。
青いもブルーのハンカチが入ってます。でこれをですね一番下にこちらの下に順番に重ねますね。そして最後にこれを上に重ねます。はい、そしたら先ほど言ったように皆さん3色の色覚えてます？今はい、一番下は何色だったかな？グリーン。うん、そうですね、緑ね。これで2番オレンジ、はい、一番上は青、はい、3色の色がこのコップの中に入ってました。はい、そして、うん、一緒。そしたらコップの中のこれ一番下のコップです、緑のハンカチが消えました。もう一度いきますよ、一緒。はい、これはオレンジ、オレンジのハンカチが消えました。次、一番最後にオール、はい、こちらに移動しました、移ってしまいました。で逆に入れますから逆になっちゃう。
笑>